速稼塾の久保です。それでは今回もですね、いただいた視聴者さんからのご質問に答えさせていただこうかと思います。塾長が私ですね、塾長が N 国党に参戦するのは大賛成ですという1行目から書いておりますね。ありがとうございます。そう思わないでもないですね、私もね。立花さんはあまり表では発言していませんが、私と同じ思想の持ち主です。愛国心が強い保守です。ほう、反マスコミ、憲法改正賛成、反財務省、反グローバル派です。ほう、何年も前ですがチャンネルさくらに出ていました。あ、出てましたね。 NHK 改革をその突破口にしようとしています。なるほど。元 NHK 職員で裏会計の処理を任せられたようで、その NHK のお金が複数の役員の目かけに流れていたことに目をつけ、それを公にしようとすると、お前 NHK 潰す気かと咎められたそうです。これはね、私も存じております。それが原因で NHK を退職し、文藝春秋とかにね、内部告発しましたね。で、地デジができるまで、スクランブルが可能になるまでパチプロで過ごした人のようです。そうなんですよ、パチプロとしてはね、多分ね、日本屈指ですよね。間違いなくトップ10に入る人ですね。パチプロの頃の方がずっと収入が良かったようです。かなり頭のいい人だと思います。久保塾長応援しますよ、ありがとうございますということでございます。で、私が N 国党からね、出馬することに応援してくださるということでございます。私はまずはね、町内会の方から出馬しようかと思います。はい、推進、これに反して令和新選組の山本太郎はとんでもない売国奴です。ほう、彼を裏で操ってるのは斎藤何菓子という北朝鮮とつながっている有名な左翼活動家です。彼が全てプロデュースしています。はあ、という意見もありますけども、はい、なるほどね。まあそういう考える方もいるってことですよね。令和新選組の山本太郎さんは確かにね、SNS を使った選挙戦略、それから今までの政党とは違うようなやり方でね、議席を獲得してました。あ、すごいな、この山本太郎さんもかなりイケてる人だなと思います。なんですか、喋りも上手ですね。やっぱ人の心を動かすような、そういう思ってますね。はっきり言って役者としてはね、タレントとしては私はパッとしなかったのかなっていうふうに思ってます。南の帝王にちょっと射程役で出てきたのを見たことがあるぐらいで、あとはよく分かんない人だったんですよ。で、山本太郎さんが311以来ね、原発のことで動いてらっしゃって、芸能界を辞めて、で、参議院になってね、いろんな質問を歯に衣着せぬ勢いでやってたのはね、私も見て、こういうね、山本太郎さんがどうこうっていうことじゃなくて、こういうふうに真っ正直に人にものを言えるね、総理といえども、たじろがずに一矢報いることができる、こういう精神力はすごく私も好きだなと思いましたね。でもね、いや、もう山本太郎さんがその裏と誰かとつながって誰かに操作されてるかどうか、これはそういう考えがあるのは分かりますけども、私がそう思ってるわけではありません。もちろんね、まだ私もそういうこと言われて、じゃあ何か証拠があるのか裏付けがあるのかってないです。ないですけども山本太郎さんに対しては私はね、別に悪意を感じてることではないですし、やっぱりね、私が思うのは人の心を動かせる人になっているかどうかってことなんだと思うんですよ、一人一人がね。で、自分のことを捨て身で正直に表現することもできなくって、ただ人が何かやったら、それをね、評論家がましく評価したりして自分では行動しないっていうような人間には収まりたくないなと私が思ってるだけなんですよ。もちろんそういうふうに収まってる人を批判するつもりはありません。皆さんそれぞれの生き方なんでね。で、私の場合はなんでね、その政治の場を意識しようかっていうと、私はいつも表現者なんですよね。こうやってインターネットを使ってビジネスをする時でも、ビジネスをしてない時でも、いつもこうやって表現をしてるんですよね。その表現の枠が小さかったり大きかったりはするんですけども、やっぱりね、私なりの考え方が、もしね、支持していただける方がいたりとか、私が支持したい人が現れるとしたら、もうあとはね、政治の場にしかいないかなと思ったんですよ。で、正直言うと小泉進次郎さんを期待をしていたんですけども、いまだにエンジンがかかってなくて、大臣になったら私から見るとですよ、いまいちちょっとポックリいってるなと思いますんで、それから本当にこの人はやってほしいなと思っていた橋本徹さんとかはね、辞めてしまいましたし、堀江貴文さんも政治の場には出ないということでね、今自分の自由な時間を過ごされていると。で、私も同じで、わざわざ政治の場に出なくても、私は今の国の形態で自分の人生とか家族の人生は希望通りに作ることができるんですよね。で、実際できてるんですよ。
だからわざわざそれを捨ててまで、まあ、世のため人のためではないですけども、うん、政治の場を借りて何かルールをね新しくしていく既得権益に挑戦するっていうのはそこまで労力かけておせっかいするものかなとは思いながらもやってるんですけども、やっぱりねこういうふうに立花隆さんとか山太郎さんみたいにやってる方を見ればね、なんか自分にもできることないんじゃないかな、あるんじゃないかなとか思っちゃいますよね。私なんか速稼塾っていう1000人ぐらいのグループがあるんですけども、そこに対して何か伝えていけるものがあればなっていうふうな、その1000人の枠でね十分私の力量っていうのは、そう惜しいものかなと思ってたんですけども、もしかしてですよ、次の段階があってそこに、私なりになんか求められてるものがあったりね、神様が私のマインドを支持してるんだったらそうなることもないかなとは、ありえるんじゃないかなと思いますけども、まあ町内会からですね、どっちにしても、N 国党もいいですけどもね、ただ立花隆さんには一日も早くお会いしたいなと思いますし、山本太郎さんにもちょっと一日も早くお会いしたいなと思います。それはですね、橋本徹さんに会いたいと思って会った、それから堀江貴文さんに会いたいと思って会った、その他私がこの人に会いたいなと思った、それはね性もなく邪もなくですよ、ちょっと興味あるから会いたいなと思った人に今までことごとくお会いしてきたんですよ。その次の人っていうのがこの政治家立花隆さん、政治家山本太郎さんになってきたかなってところですね。それが過ぎたら今度はね誰かな会いたい人、もうちょっといないかなっていうところですね。まあ遠巻きながらオバマさんにもねお会いすることができましたしね。あと会いたい人っていうのは私のお嫁さんぐらいですよ、それから子供ね、だから正直なところそうなんですよね。だから家族の時間をちょっとヘッジしてまで政治活動そこまでしたいかなって言ったら、私はね町内会はやりたいんですけども、国政の場っていうのはまだ私の手が届かないところかなとも思っちゃったりしますしね。ただ分かりません、すいません、可能性はあります。47歳になりましてね、ある一定の時期3年か6年か分かりませんけども、そういった時間を日本っていう国のために捧げてみるのも悪くないかなと思うんですよ。そう思ったら私は自分の人生の ある一期間をね、政治家やったなみたいな振り返り方も老後したいなっていうこともありますんで、やるかもしれません。では以上でございます。